長白丹、長白丹は、北総末の同志。字は、平宿、しく、またの名は、妖精、後は、使用。後に、使用新人と尊称され、全新道の南御祖の初代とされた。大衆天台圏大橋の人。若年の頃から道に親しみ、若くして、家居の勉学をし、樹、仏、道の三教の転籍を少量し、刑法、所賛、居占い。 先人、天文、地理、吉祥姿勢の術まで精通していたが、金丹の法については苦決を得られず理解できずにいた。不利を務めていた時、日田基文書律に触れたことにより、峰南に使わされた。自閉元年、竜図閣寺科学士の陸に随行して、桂州へ転任した。記念2年に陸に随行して、生徒へ転任し、 ついに真人に出会い金益簡単加工の訳を授けられてすべてを理解することができた。これによって金丹がなり、本源魔覚の性を極めて道を悟り、妖精と解明し、しようと合した。修練が成就すると、広し年八年、悟る魔ペンを表した。この単教は後世に、収益賛同、形と並ぶ内丹の古典となった。金丹四百字。 玉成金家青果非門金だからない連単分けを含めたその著作とされる単行は銅像に収められている。歴世魔仙帝銅津岩四十九のつてによれば、その項は非常に高く光を出すことができ、座してでかみし千里も離れた幼州の珍しい花を取ってきたことがあったという。マ丸バ型をなしさんずれば木となるのが光である。 サトル・マペンを編んだ7年後の原法5年、長百丹は96歳で没した。あぐらしての聖居だったという。七ことゼック等の監視によって書かれた、サトル・マペンの遺入に満ちた、難解な文章の意図するところは、どうかと仏家と儒家は、教えは異なれどその道は一つに帰すると考え、聖命の修練という観点から三教の思想を融合させた。は、 物価のように、成功だけでは、肉体の束縛を免れず煩悩が残り、命功だけでは心は名網を離れることができず、治む命と治む性は相離れず不可分であり、研修こそが、死生の真実を知り得る最上場の法であるとして、聖意の地治むを提唱した。その修練はまず命功を治め、その後に神聖を極める先命の性の断法である。 仏家のトンゴ園通、新女覚醒によって究極空サビの本源に変える、ことをもって、練り、神環境の奥義を解釈した。長白丹は禅に傾倒し、う門州の摂長重権に支持したという。禅の明かり氏の一つ、片い広志登録巻十四には、当たる家政権の一人として、長白丹のつてを収めている。南宋以後、禅神の祖師として報じられ、 使用新人と尊称された。田座検証を取り入れたその丹法は、南宋以降に北州、南州などに分かれる内丹道に規範として影響を与えた。道東は、長白丹から石安市、雪道後陳屈の木から白玉仙と継承され、五名は宋代以降の内丹道市から南ご祖と称された。王朝陽の北州に対して、 長白丹の方形は、全身郷の南州と呼ばれた。長白丹、流英年、王歩行の系譜もあるとされる。ありがとうございます。